リニア新幹線のトンネル工事現場近くにある岐阜県水波市大久手町では、井戸などの水位低下が17箇所、地盤沈下が13カ所を確認されています。JR 東海は、今月18日から住宅などおよそ60件の家屋調査を実施していて、昨日は地元の消防団が使う施設で、柱の傾きや床のひび割れがないかなどを調べました。 建物自体にはそのひび割れですとか、そういったものは確かにありましたので、そちらの起因について、これから調査をしてです、ね、必要に応じて対策、水上さんと相談して、対応していきたいと思います。家屋調査は数ヶ月ほど続く見込みです。